SP 水曜劇場をご覧の皆様、おはようございます。いや、もしくはこんにちは。いや、もしくはこんばんは。まあ、おはこんばんちはなんつって。どうも、近藤秀樹です。今回私が、宣伝させていただきたい舞台はこちら、セブンスキャッスルプレゼンツ人狼ザライブプレイングシアターシャープ5というものでございます。テーブルゲーム、パーティーゲームとして知ってる方おられるんじゃないでしょうか。人狼ゲームというゲームがございまして、そのゲームをなんと舞台上でやろうということで、舞台の上で役者たちが、各々の職業になって人狼ゲームを舞台上で繰り広げるという、そういった企画でございます。初めて大阪に持ってきて、大阪在住の役者を使って大阪でも公演しようという企画がこちらでございます。騙し合い、台本のないエチュード、つまり即興演劇で構成される人狼対村人の戦いでございます。場所は大阪市立芸術創造館旭区にございます。こちらで、日時は2013年6月14日金曜日から16日日曜日までの3日間でございます。全部で7ステージございまして、7ステージのうち一番最初のステージは公開ゲネプロ公演、ゲネプロつまり、リハーサル公演をお客様に見ていただこうという企画もございまして、そちらは、料金がマイナス1000円引きでご覧いただけるようになってございます。人狼ザプレイングシアターシャープ5大阪初公演の模様、どうぞ皆様ご覧ください。詳細はセブンスキャッスルホームページ、もしくは私の個人ブログ、ひでし感激をご覧いただけましたら幸いです。それでは皆様、どうぞよろしくお願いいたします。